か。これは面白そうだぞ。来たか。これは面白そうだぞ。この界隈では重機が不足することがない。位置関係が解決の鍵だ。あとはタイミングと人間性。三文小説の要素があるな。調べてもらえないか。これについて誰かが詳しいかも。これに関してもっと質問しなくちゃ。これに関してもっと質問しなくちゃ。推測ではプレスコットはほぼ正午12時に撃たれている。プレスコット大佐は軍務を退いた後、人脈を使ってこの軍需工場を始めた。兵役を務めた者に仕事を持ってほしかったんだ。通りの向かいで少年たちが拳銃で遊んでいた。弾丸は木の柵を貫通して軌道が変わり、ミスター・プレスコットの胸を直撃した。全員にとってひどい不幸だ。修理の最中に時計をあそこに置いたらしい。まだ動いているぞ。高潔な人だった。アフリカでプレスコット大佐率いる第11騎兵連隊にいたことを誇りに思う。プレスコットは九州部隊を率いてプラ川を渡り、アシャンティ族の戦士たちを包囲した。その時の記念にあれを飾ったんだよ。ひどい戦いだった。戦友を何人も失った。プレスコットは彼らを忘れないために飾ったんだ。ここに来る途中2発の銃声を聞いた。正午ぴったりだ。時計に弾痕が？あれは新しいやつだ。正午に来た時にはもうあったかな。聞こえたのは2発目の銃声だったのかも。よく一緒にふざけたりしたものさ。アフリカでは彼のもとで注意だったんだ。軍は良かったよ。制服を着てれば誰にも疑問を持たれない。毎朝彼が来ると二人で冗談を言い合ったものさ。ああ、プレスコットの作戦は失敗に終わり、大量の犠牲者を出した。大佐を臆病者という人もいたが、ただの不運だった。彼は職務を退き、償いとして誰かが退役すると自分の工場で雇ってくれた。行くと大きなバンって音がで、びっくりして的を外しちゃったんだ。
でもあの人を殺したのは僕じゃない。人殺しじゃないよ。材木置き場の窓の下にリボルバーがあったんだ。どこから来たかは知らないよ。これについて誰かが詳しいかも。そうだ、盗まれたライフルやピストルを販売してる。極秘に闇市場でな。あれは俺がアシャンティ族と戦う狙撃兵だった頃の銃だ。今朝はそれを使った。うちにある唯一のホイットワスだし、売る気はない。あれは今朝俺が撃ったんだ。プレスコットが屋根裏から12を撃てと言ってきてな。少し下に外れた。早かったから目撃者はいない。かかるときに毎朝見たよ。いい人そうだった。樽いっぱいのビールを失ったんだ。クソ、大きな銃声を2発聞いたが気にも留めてなかった。後で樽の穴に気がついたんだ。想像してみろよ、樽に穴だぞ。相棒のサミュエルなら何かもっと知ってるかもな。裏で川にゴミを捨ててるよ。かわいそうなやつだ。数年前にうちの玄関で倒れてた。調子が悪そうでな。何かの病気なんだ。配達の時は後ろに乗せてる。働き者だし、とても意志が固い。これに関してもっと質問しなくちゃ。俺はビールを下ろすだけだ。仕事中は他人を気に留めない。樽に穴が開いていた。なんでなのかわからない。しばらく前に病気にかかった時のだ。名前は思い出せないが、奴が臆病だったせいで親友がアフリカで殺された。銃殺刑になるべきだった。とてもいい捜査だったよ。銃弾が飛び回る中で生き残れたのはまさに奇跡だね。留置場に連れて行く。Police, this is extortion.